習志野市長の宮本大輔です。現在5月10日日曜日午後4時頃です。今日は風が強い日です。在宅が多い時には火災件数も多い傾向があります。火の取り扱い、後始末は入念に行ってください。おとといから新型コロナウイルス感染症の帰国者接触者センターにご相談いただく時の目安が変更となりました。ポイントは37度5分以上の発熱という条件が削除されたことです。次の3点となります。1点目として、息苦しさ、呼吸困難、強いだるさ、倦怠感、高熱等の強い症状がある場合、そして2点目として高齢者または糖尿病や心不全、呼吸疾患などの持病がある場合で風邪の症状がある場合、そして3点目、その他風邪の症状が4日以上続いている場合です。発症後すぐに重篤化して死に至ることがある症例が確認されたことからの変更だと思われます。習志野市の場合の相談窓口は引き続き習志野保健所となりますが、引き続き相談は電話のみです。直接窓口で対応することは感染拡大防止の理由で不可能ですのでご注意ください。はじめに市内在住の感染者の発表についてです。千葉県から昨晩の発表もありませんでした。昨晩の千葉県内の発表も3例のみでした。習志野市内では昨日までに16例が確認されておりますが、5月1日以降9日連続で発表者がゼロです。引き続き免疫力を維持して鼻と口をマスクしてこまめに手を洗ってください。続きまして、不安の緩和についてお話しいたします。日常の活動の場がそれぞれ違った家族が緊急事態の中では自宅内でそれぞれの活動をすることが多くなっているのではないでしょうか。親子や家族間の絆が深まる一方で、いつもと違う環境が長期化することでお互いに違和感が生じてしまい、家庭内が不安定になることも少なからずあるようです。そこで習志野市教育委員会の総合教育センターが監修した子どもの不安を和らげるためにできることの一端をご紹介いたします。詳しくは習志野市のホームページでご確認ください。またこの内容は私たち大人にも十分に汎用できますので、誰もが参考にできます。まず強いストレスにさらされた子どもが示す反応が紹介されていまして、まず頭痛や腹痛などの体調不良を訴える。そしていつもより甘えやわがままが強くなり怒りっぽく泣きやすくなる。そして大人から離れない、またはいつもよりベタベタしてくる。そしておねしょや指しゃぶり、赤ちゃん返りするなどの行動とあります。これらに対して保護者や大人の取るべき対応は、一つ目としてうなずく、相槌を打つ、同じ目線で目を見て話すこと、そして二つ目として心よくなるスキンシップを図ること、三点目としてテレビ報道やワイドショーの内容など現実そしてネガティブな情報を必要以上に聞かさない、晒さないということ、そして4点目として普段の生活リズムをキープすること、そして最後5点目として子どもの回復力を信じて受け入れる、動揺しないとあります。そして具体的には、例えば寝る、起きる、食べる、この時間を一定の時間にして、学習に関しては何時から何時までというふうに時間で決めるか、あるいは何ページから何ページまでというふうに量で決めるかを話し合いの中で決めていくことを進めています。ゲームやインターネットにこもりがちになる遊びにつきついても、やめさせたり取り上げたりするのではなくて、
学習と同じように話し合って決めていくことが最終的に子どもの成長にもつながるとあります。また仕事などでどうしても子どもを一人でお留守番させるときの対処法についても具体的に記されています。最後に大切なこととして保護者や対応する大人の心構えを示しています。それは子どもの心のケアと同じくらい私たち大人や保護者自分自身の心のケアに気を使う。保護者や私たち大人が自分自身の心のケアに気を使うということです。このほかさらに具体的な対処方法も紹介されています。誰もが不安な中で特にご家庭でリーダーシップを発揮しなければいけない保護者や大人が冷静に動揺せずに対処案を模索して実行することが重要なのですが、冷静ではないときはこのこと自体を思い出せません。ですからこれらの内容については目に見える場所に貼っておくのもいいのかもしれません。巣ごもり生活は運動不足にもなりがちです。運動すると疲れますが、程よい疲れならば実はその疲れを回復する過程こそが憂鬱な気持ちを紛らわせてくれます。そんな機会も失われているのだなと私自身も気づかされました。本日のお知らせは以上となります。本日の発信を作成する中で日常の動きが止まるということの影響をさらに実感しました。早く通常の生活に近づけるようにみんなで感染拡大予防の高い意識を持って実行し習慣化しましょう。できる限り人と接触しない、できる限り鼻と口をマスクする、できる限りマスクを外しているときには話をしない、食べながらおしゃべりしない、食べ終わってからマスクをつけて楽しい会話をしましょう。そしてできる限り手を洗う。もう一言加えれば、これらを皆さんで普及してください。この動画は緊急事態宣言延長中も毎日発信いたします。字幕が出る設定にもできますので、ぜひ広めてください。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、移さないためにかからない、実行しましょう。